にちは。僕は半熟卵の半熟くん。将来世の中の役に立つ卵になりたいと思ってるんだ。そしたら母さんが教えてくれたんだ。世のため、人のために働いた人の伝記を読むといいわよって。それで今日はこの本を読んでたんだ。小林一蔵は鉄道を通すことで新しい街を作り、いろんなアイディアでみんなの生活を豊かにした。すごい人なんだよ。そうだ、みんなも小林一蔵に会いに行こうよ。さあ、僕に捕まって準備はいいかな。半熟熟熟夢たまっこー。謝れ一蔵。お前年下のくせに生意気だぞ。いやだ、悪いのはお前の方だ。年上だからって威張るな。なんでて。わあ、大変なところに来ちゃったね。この子が今日の物語の主人公、小林一蔵だよ。一蔵は赤ちゃんの頃にお母さんが死んで、事情があってお父さんもいなくなり、おじさんの家で育てられていたんだ。でもこんな風にわんぱくで正義感の強い子供だったんだよ。キック！チェー！よう許さんねえ。悔しかったらここまでおいで。ボンさんはすごいな。ボンさんは強い。あんなやつ朝飯前だぜ。一蔵はみんなからボンさんって呼ばれてたんだ。この呼び方は強くて頭が良くって、それでもってみんなに優しい子供だけに許された呼び名なんだよ。ほら食えよ。うわー、酒粕だ。これうまいんだよな。ボンさんの家は造り酒屋だから酒粕が食えていいな。ねえ、俺たちばっかりもらっていいの？ボンさんは食べないの？こんなものまずいからくれっちまえ。ありがとう。一蔵はみんなの笑顔が大好きだった。だから家の酒蔵に忍び込んで、みんなのために酒粕を内緒で持ってきていたんだ。そしてもう一つ一蔵が大好きだったのがお芝居。一蔵はおじさんに連れられてお芝居を見に行っては、それを真似して友達に自慢していたんだよ。ボンさん、いつものやってよ。うん、やってやって。うん、現れいでたる武市光秀。こんな風に友達と仲良く子供時代を過ごした一蔵は、15歳になると東京で勉強するため故郷山梨を離れたんだ。一蔵がやってきたのは慶応義塾。今の慶応義塾大学の前の形だよ。この学校は学問のすすめで有名な福沢諭吉が作ったんだ。一蔵は多くの仲間たちといろんなことを学び、話し合い、たくさんの知識を身につけていった。そして大好きなお芝居もたびたび見に行ったよ。でも一蔵が一番熱心だったのは小説を書くことだ。一蔵の小説は新聞に連載されるほどうまかったんだ。だからこそ、小説家に俺はなると思っていた。だけど、ちょんちょん、小林くん、はい、これ。え、ソロ版？一蔵が就職したのは銀行だった。あまり好きな仕事ではなかったけれど、一生懸命働いたよ。そして27歳で結婚し、3人の子供に恵まれたんだ。34歳になった一蔵は大阪府の鉄道会社で働き始めた。そして大阪の梅田と池田を結ぶ新しい鉄道を作るという大きな仕事に取り組んだんだ。鉄道のことはわからないけれど、とにかく精一杯やるぞ。とりあえず新しく電車が通るところを見に行ってみよう。ずいぶん田舎だな。こんなところに電車が通っても乗る人がいるのかな。ダメだダメだ、お客さんが乗らなきゃ話にならないよ。
家がたくさんあって人がいっぱい暮らしてる町だったらな。ああどうしよう。どうする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 このピンチ。ピンチはチャンスピンチはチャンスピンチはチャンス。そうだ、町がないなら町を作っちゃえばいいんだ。町を作る？イエス、ザーツライス。そして一蔵は鉄道と町を同時進行で作っていったんだ。さらに一蔵は高くて家が買えない人のために毎月少しずつお金を払って家を買う方法も考え出したんだ。うちらでもこない広い家を買えるなんて夢みたいや。大阪の街中と違うて緑も多いし、ほんまええところやね。一蔵はみんなの嬉しそうな顔を見るとますます力が湧いてきた。そしてさらに頑張ろうと思ったんだ。そうだ、動物園や温泉があったらもっともっとみんなに喜んでもらえるはず。そこで一蔵は大阪の箕面に動物園を作った。生まれて初めて見る猛獣、楽しい乗り物に大人も子供も大喜び。続いて兵庫県の宝塚に日本初室内プールのついた宝塚新温泉パラダイスを作ったんだ。どうしてプールにはお客が来ないんだ。今から100年以上も前のこと、プールを知らない人がほとんどだったせいもあって室内プールはガラガラだった。どないするんですかこのプール。お客が入らな会社は大赤字ですわ。ここを劇場にしちゃえばいいんだ。劇場を作る？イエス。ザーツライト。その頃、東京では少年音楽隊が人気だった。一蔵はそれをヒントに若い女の子だけで歌や踊りやお芝居をすることを思いついたんだ。さらに一蔵がすごいのはプールだったところを客席にして脱衣所を舞台にしてしまったことなんだ。このくらいのアイデア朝飯前だよ。これが今も大人気宝塚歌劇の始まりなんだよ。一蔵はお芝居のストーリーやセリフを考え、それを宝塚歌劇の脚本に書いたんだ。若い頃目指していた小説家の夢が違う形で花開いたってことだよね。人生無駄なことなんて何一つない。一蔵はさらに鉄道を増やしていった。そして今度はこんなアイデアでみんなをびっくりさせたんだ。梅田駅に百貨店を作ろうと思う。百貨店というのは今のデパートやショッピングセンターのことさ。うちは鉄道会社ですよ。電車でお客さん運ぶんが商売ちゃいますの。うん、洋服や靴やらを売るなんて無茶苦茶ですわ。一蔵は決して思いつきで百貨店を作ろうとしたんじゃないんだ。当時の百貨店は駅から離れた場所にあって不便だった。だから駅に百貨店があればいちいち遠くまで買い物に行かなくて済む。お客様にとってずっと便利じゃないか。それはヘリクツってもんや。そうもう社長答えだよ。そうは甘いもんちゃいます。百貨店は無理。どうする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 このピンチ。ピンチはチャンス、ピンチはチャンス。そうだ、百貨店さんを呼んできちゃえばいいんだ。百貨店を呼んでくる？イエス、ザーツライト。一蔵はもともとあった梅田駅の阪急ビルの1階に東京の百貨店を呼んだんだ。そして2階には自分たちで経営する食堂を作った。今では駅にショッピングモールやレストランがあるのは当たり前だけど、これは日本初、駅ビルの
第1号だったんだよ。一蔵のアイデアは大成功。そして百貨店の商売を勉強したことで、地下2階地上8階建ての阪急百貨店をオープンさせたんだ。一蔵が56歳の時のことだった。8階大食堂に参ります。ああ、念願のライスカレーが食える。うんうん、お母ちゃん、はよライスカレー食べたい。はいはい、もうちょっとやで。お腹がなるわ。食堂、混んでるやろか。当時ライスカレーは高級品で、お金持ちしか食べられない料理だったけれど、一蔵はいろんな人にカレーを食べてほしいと考え、安い値段で店に出したんだ。そのおかげでこの通り、食堂は連日超満員。福神漬けのおかわりいかがですか。おっちゃん、頼むわ。こっちもお願いします。はい、ありがとう。嬉しいな、みんなの笑顔が何よりの幸せだ。小林一蔵ってすごい人だったでしょ。実は一蔵は他にも東宝という映画会社やプロ野球チーム、日本初のビジネスホテルを作ったり、政治家になったりと大活躍したんだ。そして一蔵が作り出した様々なものは僕たちの暮らしに溶け込んで、今もちゃんと残っている。ううん、それだけじゃない。みんなの笑顔が見たいっていう優しい気持ちと一緒に、これから先もずっと未来へ続いていくんだね。僕も一蔵みたいに諦めない気持ちでいろんなことにチャレンジしていきたいな。あ、世の中の役に立つパワーが溜まってきた。一回り大きくなったみたい。嬉しい。あ、お日さまを追いかけて、ただまっすぐに追いかけて、ずっとずっと走ってゆこう。涙積み上げはし、山をいくつも越えて、光に向かってまっすぐ走れば、いつかきっと追いつけるだろう。お日さまを追いかけて、ただひたすら追いかけて、ずっとずっと走ってきたよ。振り返らずに知らない道をいくつも過ぎて、丸い地球をまっすぐ進めば、またきっと帰ってこられるだろう。お日さまを追いかけて、ずっとずっと走ってゆこう。ずっとずっと走ってゆこう。それじゃあまたね。